ルテノセンは、二分子のシクロペンタジエニルカンにルテニウムイオンが、サンドイッチされた構造の有機金属化合物である。サンドイッチ化合物及びメタロセンの一つである。ルテノセンは1952年に、ジェフリー・ウィルキンソンによって、初めて合成された。彼は、この一年前にフェロセンを発見し、後に、ノーベル化学賞を受賞した。このメタロセは、 二分子のシクロペンタジエニル間に、ルテニウムがサンドイッチされた対照的な構造を、しており、シクロペンタジエニル間の大電子とルテニウムの4、D 軌道が結合に寄与している。シクロペンタジエニル間がねじれ形配座のフェロ線と、比べ、ルテノ線のそれは、重なり形配座を取る。これは、ルテニウムの大きな四半径により、シクロペンタジエニル間同士の間隔が増大し、 立体障害が緩和されるためである。同様に、オスミウムのメタロ線であるオスモ線も重なり、形配座を取る。ルテノ線は、フェロ線と同じような反応を起こす。しかしながら、二種の間には、小さないくつかの差異がある。ルテノ線は、電気化学的に酸化された時一電子ではなくに、電子で変化する。加えて、 ルテノ線はその電子数のためにニッケロセのような他のいくつかのメタロ線とは異なる。ニッケロセは電子数が20なのに対しルテノ線は18電子を持つ。これは18電子則を満足するためより安定な化合物であると考えられる。はじめ、ルテノ線はアセチルアセトンルテニウムとシューカシュクロペンタジエニルマグネシウムの反応によって合成されていた。 また、以下の反応によっても合成される。ABC ウィル・キンソン、G. ザ・プレパレーションサムプロパティーズ・オブ・ルテナシーン、アンドルテニシニウム・ソルツ・ジェアム、ケム、ソーク、74、6146、スミス、TP ・タウベ、HB の、A 公演。S. リアクティビティ・オブ・ハロラゼノシン・コンプレキシズ・イノーグ、ケム、23、1943、ブーブリッツ。 D.E. マキュアン、W.E. クラインバーグ、J. ルテナシーンオーガニックシンテシーズ5001。ありがとうございます。